に湊を落とすために、まあ、体からまず行くみたいな。埋めてきますなんだこんにちるちる商業 BL レビューサイトちるちる記者の綱吉とほぐしみです。本日紹介する作品はこちら、セラピーゲーム、こちら上下巻日野原めぐる先生の作品です。すごい大人気作の登場ですね。いやもう超話題に話題をのものを、ね、この間アニメイト行ったんですけど、はいはい、壁がセラピーゲームになってました。そうなんですよね今ちょうどその続編、こちらの続編のリスタートっていうシリーズがバーッと続いてるので結構その広告で目にした方も多いのかなと思っております。なのでね、これを機にね、そうそうそう、ぜひ読んでそのセラピーゲームから読んでいただければと思いますね、うん、それでは行きましょう。こちらの作品、上巻と下巻がございまして、はい、で上巻の方がこちら側ですね、うん、私結構この表紙見たことあったんで、はいはいはい、結構印象的で大好きなんですけども、ね、ちょっとまあキャラクターの紹介させていただきますと、はい、まず上の方にね映ってるこの金髪ですかね、はいはい、の方が湊君って言います、はい、でこの子はもうゲイでこう自分のお店というか社会人なので普通に働いています、はいはいはい、で下の赤髪ピンク髪かなの方がしずまくん、はい、でこっちは大学生で、はいはい、普通に学生をしている傍ら、まあ、ひょんなことから2人が出会うってところから話が始まっていくんですけども、はいはい、そもそもこの話のスタートが結構、まあ、衝撃的というか、はいもともと湊がこの自分の行きつけのバーで普通に飲んでた時に、はいはい、横に、まあ、別のお客さんとしてしずまくんがいて、はい、その時点ではまだ2人とも出会ったことはなくて初対面なんですけども、はいはいはい、しずまくんが何やら嫌なことがあったらしく泥酔してもベロンベロンなんですね、はいはいはい、で実はそのまだ酔ってはなかったんですけども湊の方もちょっと嫌なことがあってもう2人ともなんか嫌なことがあってバーに集ってるっていう状況は一緒だったんですよ、はい、じゃタイミングはすごいバッチリの。いやそうなんですよ、はいはい、でお互いこうやっぱバーってこう愚痴ったりするんですかね、そういう場でもあるので、はい、初対面でありながら普通に話したりもしつつ意気投合しつつって感じでいい感じになっていくんですよ。でちなみにその嫌なことっていうのが湊は結構ブラコンなのでちょっとお兄ちゃんにもう恋人ができちゃって、はい、でちょっとそのごたごたの関係でちょっとお兄ちゃんが怒られちゃうみたいなことがあってそれでちょっと落ち込んでおりまして、え、かわいい、かわいいんですよ。ちなみにこのごたごたの内容が一個前のセラピーゲームにつながるお話、はい、シークレットペケペケペケって読めるので、はいはいはい、ちょっとこれもぜひチェックしていただきたいですけども、はい、でそこに加えてしずまくの方は、はい、そちらも彼女に振られちゃって、しかもなんか別の好きな男ができたって感じで捨てられちゃうみたいな形だったので、はい、結構がっつり落ち込んでおりまして、はいはいはい、でそんな、しずまくんのことを慰めるような感じで、はいはいはい、でこうゲイの湊と一緒にバーで話しているので、はい、まあ気づけば、まあ、ホテルですよね気づけばもう一夜を共にしてる感じになっておりまして、はいはいはい、もう朝チュンチュンチュンって目が覚めたらしずまが泥酔してたので記憶なくなってたんですよ。飛ばしちゃったんですね。そうなんですよ、はいはい、昨日の夜一体何があったのかはしずまは覚えてない、でも湊は覚えてる、うん、って状況になってしまって、はい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 、でもうそれってすごく湊からしたら悲しいし悔しいじゃないですか、うんうんうん、もう別に気にしてないけどって湊は言いつつも、うん、でもやっぱりちょっと周りのね、はいはい、ちょっと人からたきつけられたりもあって、いろいろあってこう仕返しをしたくなるんですよ、はい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 、湊が結構強気な性格なので、うんうん、自分が落とせなかった相手はこれまでいないみたいな感じで、その昨日出会ったそのただ出会ったばっかりの人なんですけど、それでも落とせなかったやっぱ悔しさが残るので、はいはいはい、それならちょっともう俺のことを好きにさせて、でとことん好きにさせた後にもうこびどく振ってやろうみたいな、結構ひどめの仕返しを、あそういうちょっともてあそんでやろうみたいな、いやそうなんですよで思いついちゃうんですね、はいはいはい、で湊の方は受けなので、うん、こう自分のことを好きにさせて、うん、自分のことを抱かせればいいみたいな、まあ、結局目的はそこじゃないですかはいはい、はい、なのでその後、まあ一応いろいろあって湊としずまのつながりはその後もちょっと続いていくんですけども、はいはい、しずまくんを落とすために湊がすごい優しくしたりとか
みなとめちゃくちゃ顔がいいんで、まあ、お分かりだと思うんですけど、はい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 、このお顔を利用してちょっとキュルンキュルンな攻めをしたりとか、とりあえず落としにかかるんですね、はい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 、それでみなとも結構こうしずまに対してあんま良くない騙すようなことを続けるんですけども、逆にしずま側から見るとこうなんだかんだこのみなとに対してちょっとあんまり良くない態度を取ったしずまの友人がいるんですけど、はい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 、ちょっとこんなゲイのなんかよくわからないやつとしずまが関われないよみたいな感じでちゃちゃ入れてくる友人がいるんですけど、それに対してちゃんと怒るんですよしずま。自分の友人だけどもそのみなと初対面でみなとのことをその悪く言うやつは普通に怒れるっていう、そういうしずまのなんか人の良さとかいうかなんか人柄がしっかり出てる部分も私は結構好きで、でまあそのしずまの普通にいい人そうなところをみなとはちょっとずつ見せられて、やっぱり騙してるのちょっと心痛いなみたいなのを絶対積み重なっていってると思うんですよね。これ私のあの気持ちですけど気持ちがはいはい。で、まあ、いろいろ湊が、しずまくん落とすために車でまあちょめちょめってかもあるんですよ、はい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 、でこう確実に湊を落とすために、まあ、体からまず行くみたいな埋めてきますどんどんでその湊の、うん、自分のねテクをすごい駆使してる感じもうまいなって思うけど、でもそれってなんか見ながら騙してる 100% なのかなみたいな、うんうんうん、愛のない落とし方っていうよりなんか愛情というかあったかい何か湊からの湊本人も気づいてないであろう気持ちをちょっとこちらは嗅ぎ取ってしまうなみたいな式にだんだんちょっとねそう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 好きなんかこの読者側なめんなよって思いながらちょっと楽しく読んでました。多分作者さんもきっとこうチラ見せしてくるその感じがすごい素敵で、はい、あの読み解きながら、はい、深読みしながら読むのがめちゃくちゃこの辺大楽しかったです。でその後こう2人の関わりが続いていく中で、あのしずまくんの元カノがいたと思うんですけど、その元カノと行くはずだった遊園地のチケットが余ったんですよ、はいはいはい、なのでしずまくんあの湊を誘うんですよ、はい、ちょっとまあそれも一応ちゃんと流れがあるんで、はい、誘うんですけど、なんか誘うその一歩を踏み出せるって結構しずまちょろくないかって私は読みながら思ってまあその車での中でねいろいろあったっていうのもありますけど、気づけばきっとしずまの中で湊くんがすごいでかい存在になっていたというか、遊園地に誘いたいってちゃんと思うぐらいな感じになってたのかななんて。じゃあ2人とも結構自分の気づかないところでどん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 惹かれ合ってるっていう、いや運命じゃないですか、ね、なんかその、はい、今しずまちょろいなって思ったけど、でもみなと多分ちょろいのでなんか本当にちょろいのどっちだろうって悩みがそうそうすごいニヤニヤしながら読みました、はい、まあ、ただそもそもみなとがこうしずまくんに仕返しをするというか、はい、思い知らせるみたいなところから話が始まってたじゃないですか、はい、だからみなとがしずまをその騙していたっていう構図をこうどう解消して最終的に2人が何の障害もなくくっつく結ばれるのかみたいなところの流れがめちゃくちゃ私は泣けました。お、結構すごい感動ものだなって思って、で湊自身がこう過去の家庭のちょっといろいろありまして、その出来事が原因で他人との関わりを結構避けてるところがあって、はい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 、この恋人も特定の人作ったりせずにこう遊んでる感じ、はいはいはい、で逆に、しずまの方は元カノとかしずまのことを騙そうとしてるかもしれないっていう湊のその魂胆にちょっと気づき始めていく、はい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 、描写があるので、うん、そういうことがいろいろ重なって人間不信になっていくというか、なんか2人とも他人を信じられない状況にどんどんなっていっちゃって、はいはい、なんかすごいハッピーでちょろい楽しそうって思ってた展開がどんどん雲行きが怪しくなっていく、二人がどうなるのってところで上巻がもう終わっちゃうんですよ。めっちゃ気になるところで終わるんですよ。マイク持っちゃった今で今私が話した内容も上巻の内容かなりあの端折ってるので、上巻もっともっと話あります。なのでもっといろいろあってで、さらにまだあるんかいっていうところで終わる感じで、すごい詰まってないですか？上巻も下巻もこれなんか2巻同時に絶対読んだ方がいいと私は本当に思ってるので、あ、はいはいはい、あの続き気になりすぎてあの上巻のあとなんか発作起きちゃうと思います。一緒に読めなかったら、そうそうそう、いやよかったですね、もう一緒に読める時代なので今で、あの下巻の方もちょっとちらっとお話させていただくと、あの湊最初の方にブラコンって言ったんですけど、湊にそのお兄ちゃんがいまして、そのお兄ちゃん結構かき乱してきます。
結構いやお兄ちゃん登場ですね。そうなんですよ、はい、前作のね最初冒頭で言った通り作品に出てたお兄ちゃんなんですけど、そのもし前作をねすでに読んでいらっしゃる方がいたなら、結構その時のお兄ちゃんとイメージと私は違うなって思って。そうなんですね。じゃあ思ったよりお兄ちゃん目線、兄貴風になると、あこういう感じになるんだというか、なんかそっちもじゃあ合わせて一気に読みたくなって。いやそうなんですよ、なんかやっぱ家族に見せる姿と恋人に見せる姿は違ったりするじゃないですか、はいはいはい、なんかそういう人間っぽさとかもすごく見えて、はいはい、お兄ちゃんかき乱すけど多分嫌いになれないと思います。結構いい好きです下巻の方でそのお兄ちゃんの話が結構出てくると同時に家族の方の話も出てくるんですよ、はい、港くんの一家のお話が結構紐解かれたりしていって、ちょっとその家族にまつわるこう大きな出来事があって二人の関係がぐっと近づくのがこの下巻になります。あじゃあ結構2人だけの物語からどんどん広がっていって、うん、周りも巻き込んでそうなんですよ。まさにこう家族のところに関してはちょっとぜひ読んでいただいて衝撃を受けてほしいんですけど、あ、はい、あの重いです。結構重いです、はい、重くって、でその周りの、まあ、おっしゃっていただいた通り周りの人間関係が結構見えてきて、うん、でまあその家族のねちょっと暗いかなってストーリーもありますし、と同時に明るい方もあるんで、お兄ちゃん周りのお兄ちゃんの恋人とか出てきたり、あと上巻で出てきた最高の遊園地デートが下巻でまたリターンズというか、もう一回遊園地デートちょっと見れるのでそのポワポワ感というかその幸せムードもぜひちょっと読んで味わっていただきたいので、上下巻やっぱセットですねこれ。あ、これもセットです。これもセットです。下巻になるとこうより愛すべきサブキャラというか、はい、たくさん出てきますので、はい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 、まとめ買いが本当におすすめです。私の推しシーンなんですけども、はい、ミナトってそのミナトもシズマもどっちもちょろいって話はしたんですけどもでもミナトに簡単に落ちるわけじゃないシズマが一応体としてはあるんですよ、はい、簡単に落ちねえぞっていう雰囲気は感じさせるんですよ、はい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 、ただまあなんだかんだミナトに甘いし、ミナトの言うことを結構聞いちゃうシズマの一面がなんかちょろいしかっこいいなって結構思うことがあって、はい、なんか例えば遊園地デートの話したんですけど、うん、そこ一応泊まりで行ってて、はい、泊まりなので普通にホテルに泊まるんですけど、はいはいはい、別にあのエッチとかじゃないですよ、あ 普通に、普通の泊まりですよ、はい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 、で普通になんかこんなこと言わなきゃいけないの面白いな、はい、で普通に行った時にミナトがなんか髪乾かさずにベッドでなんかゴローンってやってたら、はいはいはい、もう乾かしておけるんです。なんかミナト髪乾かせよとか言って、はいはい、でめんどくさいって言ったミナトに対して、はい、なんか何も言わずに乾かすんですよ、ドライヤーで、すごい面倒見いいですね。結構してくれるんだ。いやだって2人いい、ね、その時点でやっていうかあの付き合ってないですよ、普通に遊園地デート一緒に行った中ってだけ髪乾かすんだって思って、ちょっと些細なシーンなんですけどヒュって思っちゃって、あとそのホテルなので静間側はこう純粋な感情でね持って普通に可愛がろうって気持ちもできていたのに、港側からしたら、ホテルなので誘ってくるんですよ港がやっぱ落とそうとしてるんでね、その港からそういうお誘いを受けてちょっともやってしてるシズマが一瞬秒殺されたりするんですけど、うんうんうん、そのシズマのもやって一体どういう感情によって起こされてる気持ちなんだろうみたいな、キャラクターの気持ちとかもちょっとずつちょっとずつ小出しにされていって、それを読み解いていくのがめちゃくちゃ楽しい作品だなってすごい終始思ってたので、いいですね。なんかその狙ってる時じゃない時に見せるそういうなんか攻めのなんかこう愛のある行動とかって、いやいいですよね、キュンときますよね、うん、でなんか結構あんまり私エッチについて話せなかったんですけど、はいはい、あのかなりあるのって、はい、このねシズマの純粋そうなとことかピュアな、はい、いい人そうなとことかいっぱいの話しましたけど、はい、そういう人に限ってスイッチ入るとすごいんですよ。あなんか何かがカチッっていくと、はい、もう攻めってなるじゃないですか。あ、まあ、ただこの2人って結構関係が完成されるまでのこの過程がすごく濃密に描かれているので、はいはい、そのまだ名前のない関係性の段階でエッチをするときに、はい、もうシーン全体になんかちょっとした切なさとか寂しさが漂ってる感じ、はいはいはい、だからもうこれは読んだらすごい察していただけるというかより味わえると思うので、もう本編で確認した方がいいですね。そうですね、そうですね、こう読者的に私のこの中でも様々な感情が渦巻いてなんかそれを処理するのがめちゃくちゃ大変で、
もううわーってで結構出そうになりながら読んでたので、ちょっとそこもぜひ期待してください。はい、それではこちらの作品のまとめです。はい、でお話してきた通り、結構2人の関係性とかがもういい方向いい方向って前向きな感じでどんどん進んでいく光な面もありつつ、ただやっぱり湊くんのね過去のこととかもいろいろあるので、そういったとこも含めてちょっとまあ光、完全光ではないんですけど、はいはいはい、作品全体を通してこんな感じかなって個人的にね思っていただきました。はいはい、でエッチに関しては4つけたんですけど、これは上下巻まとめて勝手な投票です。あの攻めのしずまくんのね、まあ、いろんなギャップとかもぜひ見ていただきたいので、はいはい、あといい人感とか、その攻めのスパダリ感とかも、はい、あお好きな方とかぜひおすすめですし、はい、あとミナトがずっと可愛くなんか強気でツンデレな感じなので、あ強気受け、もう多分その受けにハマっちゃう人は、はい、多数いらっしゃると思いますので、ちょっとぜひ読んでいただきたいなという感じです。 いいですね、ちょっと強気受けって可愛いですよね。すごい、私最初から聞いてて思ったんですよ。もうでも絶対最後言うかなと思ったんで黙ってました。すごいありがとうございます、私に話させてくれて。いや、じゃあ壁に刺さったようで、いや刺さりました。なんかもう結構お話続いちゃってるから、いつ読もうかなって思って私はこうタイミングを失ってたんですけど、なるほど、今この常江さんの話を聞いてすごい決心がつきました。いやもうここはねスタート地点でありますので、まあよければセットでねシークレットペケペケペケも読んでいただくと、より作品の世界感にねのめり込めるかなと思いますのでね、おすすめです。はい、ということで本日は日野原めぐる先生セラピーゲームの上下巻を紹介させていただきました、はい、概要欄にこちらの作品を紹介しているつるつるのページ、リンクを貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。それではバイチルー。